イメラジオ第3618回、今日は令和4年4月17日日曜日です。時刻は午後9時、横浜港北、雨の降る、しかも静かな雨ですね、夜となりました。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、日曜の夜イメラジオ、今回はヒンターカイフェック事件お話しいたしましょう。ヒンターカイフェック事件ですね。まあこう言われてもリスナーの皆さん、なんだいそれと思いになるかもしれませんが、そうですね、今でもドイツ人にヒンターカイフェックっていうと、なんか背筋凍るっていうか、もう地名そのものが非常に忌まわしい、そういう響きを持った、そういう事件なんですよ。1922年ですから、ちょっきり100年前です。まあ区切りの年でもありますので、お話はしておきましょう。ヒンターカイフェック事件ですね。ただちょっと凄惨な事件で、こんなこと話すのは夢ラジオでどうかなとは思うものの、まあ区切りの年ではあるし、まあ、私自身ドイツとはまあ、関わり合ってはいましたのでね、お話はいたしますね。1922年、ちょっきり100年前の3月31日ですから、まあ春になる頃ですよね。ヒンターカイフェックというところで事件が起きました。でヒンターカイフェックっていうのは、ミュンヘンから70キロほど離れた場所で、バイエルンって分かりますかね、ドイツ南のバイエルン地方の、まあ、田舎、しかも1922年ってことは、まあ、ちょうどヒトラーがナチ党を作ってたような頃ですよ。戦間期ですね。第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の戦間期なんです。でそのヒンターカイフェックっていうそのところで農場があったんですね。その農場のおじいさん、おばあさん、そしてその彼らの娘さん、そしてその娘さんの娘と息子、だから孫2人になりますね。この5人の家族、そして当時ドイツでも女中さんっていう人がいましたから、メイドさんっていうんでしょうか、そのメイドさんも被害に遭われたっていう、そんな事件ですね。6名が犠牲になったんですよ。3月31日です。でこの一家はですね、近所付き合いが悪くて、そして一番近いリンコとも800メートルほど離れていましたから、もう行き来なかったんですね。ですから4日ほど経ってやっと発見されたという、そんな事件でもあります。で4日経ってその一家に頼まれていた機械の修理を農機具のね、農機具の機械修理を頼まれていた人が、まあ家に訪れても反応がないので、それでも頼まれた仕事だけはやるかと思って、その修理を実行し、それが4時間ぐらいかかったんですけど、でそれをまあ、やっぱりどうしても修理が終わったってことは言わなきゃいけないと思って、家に入ってみたら、その犠牲者たちを見たという、そういう経緯なんですね。でまだ3月31日ですから、雪は残る頃、ドイツは日本よりもずっと北の方にあります、緯度でいうと雪残る頃で、でこの事件が起きる前からこの一家は足跡が森の方からこの家に向かって歩いてきていると、そして家からどこかへ向かった形跡はないということで、非常に気味悪く思っていた、これを人に話しているわけです。あるいはその家の屋根裏に
誰かが住んでいる気配があると、ちょっと気色悪いでしょうとか、そういうあのことがあって、ですからあのメイドさんがいたと言いましたけど、そのメイドさんが気味悪がってこの家を去り、そして新しいメイドさんが来たすぐ後の事件なんですね。その娘さんにはあの夫はいたんですよ。つまりあのなんていうか2人子供がいたでしょ。まだあの下の男の子が2歳ぐらいだったとかで、その女の子と男の子、その女の子のお父さん、つまり娘さんの妻ですよね。この人は第一次世界大戦、これは1914年から1918年までありましたが、の第一次世界大戦のフランス戦線で亡くなったということなんですよ。だからいない。で、その娘さん、そして実のおじいちゃん、おばあちゃん、まあお父さん、お母さんですね、が、犠牲になったと。で、さっきからお話ししているように、あのこの動機が不明というんでしょうか、確かに偏屈な一家だったので、そしてこのようにあの人里離れたところに暮らしておりますから、まああの変だなと周囲から思われてたのは間違いないのですが、ただし日曜の教会には必ず出席するという敬虔な面も持ち合わせていた家族だから、まあ変だなとは言うものの、あのまあこんなやつもいるのかな世の中にはっていう、その程度の一家で、でその一家がこのような事件に遭うことの動機がなかったわけですね。しかもあのその犯人とされる人はこの事件の後も長い間この農場にっていうか家の中に留まっていたっていうのがその捜査でも分かっていて、ですから普通の神経ではないでしょ。要するに自分がそんな事件を起こしておいて、普通だったらもうそんな凄惨な現場からさっと逃げ出したいと思うはずなのに、そこに長く滞在していた、一体誰だこの人っていう。お金目当てではなさそうです。そして怨恨という点でも、偏屈家族ではあってもそんなことをされるほどの動機もないということから、あのまあ未解決事件となってしまいました。とはいえ当時もバイエルン警察はあったわけで、その威信にかけて今回のその事件についてはさまざまな角度から調査はしたんですよ。そして何人かの容疑者も浮かんではいます。例えばあのまあその村というのか、そのヒンターカイフェックでその家族と付き合いがあった人とか、あるいははたまたですね、奇妙な仮説ですけど、その第一次世界大戦に従軍して亡くなった夫が本当は生きていて、その彼が帰ってきて、そして屋根裏にいたんだみたいな説までありますよ。これは多分、まあ、ちょっと、まあ、支持できない説ではありますが、ただ語られはしますね。結局、あの、未解決に終わり、そして今ではというかもう1年ほど経って、やっぱり不吉だということで農場も壊され、今ではまあ石碑みたいなのが立っているだけの場所になっていますが、やはりドイツにいるとこの事件っていうのはやっぱり聞くは聞くんですよね。人の心に残っていると言いましょうか。でドイツ語ではね、謎のことをレッツェルっていうふうに言いますが、そして謎めいたっていう形容詞はガッツェルハフトというふうに言いますけど、まあ、この事件についてはそれがよく使われる、その言葉がね、そんな事件でもあります。夢ラジオ第3618回目、今回はヒンターカイフェック事件をお話ししました。ありがとうございました。